成田山新勝寺学校法人成田山、教育財団成田高等学校、付属中学校成田高等学校、付属中学校は、千葉県成田市成田にある私立高等学校、中学校。明治31年認可であり、千葉県で鹿山中学、県立千葉中学などに次いで5番目に中学校として認可を受けた歴史を持つ。部活動では、野球、陸上競技、 競技カルタなどの活動が盛ん。明治20年に小倉義則が設立した北総営管理塾を受け継ぎ、成田営管理塾の経営に当たっていた。その後、尋常中学校を経て、旧正中学校への改祖が図られ、明治31年に認可が下り、翌明治32年4月、成田中学校が発足した。成田山目学校は成田中学校発足の9年後、 明治41年に創立。明治44年には上級学校進学資格が与えられ、高等女学校となった。喧嘩最初の私立高等女学校であった。旧制成田中学、成田高等女学校が戦後、新制高等学校となったものである。また、明治30年代から40年代にかけて、先に述べた成田中学校、成田山目学校をはじめ、 成田図書館、成田幼稚園、成田山館会員などを次々と設立し、これらの事業を成田さんの五大事業と呼び、当時の新生児住職、石川将軍が中心となり、事業が進められた。市内で成田の名を冠した高等学校は成田高等学校が初であるため、市内にある他の県立校は千葉県立成田国際高等学校、 千葉県立成田北高等学校、千葉県立成田清陵高等学校となっている。行動県体育館、府中体育館、ラーニングセンター、人工グラウンド、武道館、全天候型グラウンド、野球場、テニスコート、サッカー場、弓道場、プール、地震量、育診量、私学園量は2018年に閉鎖となった。その他にも、 講演会などの行事が行われている。その他にも、各学年で、総合学習として、講演会や合唱祭、調べ学習などいろいろな行事が行われている。学術自然科学部美術部音楽部英語部、社会科研究部、家庭科部書道部文化文芸部新聞部、演劇部写真部稼働部作動部、インターアクト部放送部系音楽部、競技カルタ部将棋道公会運動野球部男子、 ソフトテニス部女子ソフトテニス部陸上競技部陸上競技部は全国高校総体で何度も男子総合優勝を果たしている全国高校駅伝では女子第30回第31回と2年連続で出場を果たしたが9位11位という結果で終わった卓球部男子バレーボール部女子バレーボール部柔道部剣道部山岳部弓道部空手部 バスケットボール部水泳部近年、インターハイ等全国大会にも進んでいる。サッカー部、ダンスドリル部、弓道部全国高校総体や、全国高等学校弓道選抜大会に、出場経験が何度かある。公式テニス部同好会、将棋同好会、クイズ研究同好会、コンピューター、同好会委員会、文化祭実行委員会、体育祭実行委員会、 応援委員会生徒会生徒会がついている、交友会は、高校と合同。学術、文化科学部、英語部、稼働部、写真部、美術部、書道部、インターアクト部、演劇部、音楽部、競技、カルタ部、放送部、運動、野球部、バレーボール部、女バレー、水泳部、弓道部、剣道部、柔道部、陸上競技部、卓球部、バスケットボール部、バトン部、サッカー部、ソフトテニス部、空手部委員会、文化祭実行委員会、 体育祭実行委員会生徒会関係中学、評議会成田山、教育財団成田山文化財団成田山福祉、財団陸上競技水泳野球柔道。ありがとうございます。